はいえー、和和田田秀樹チャンネル和田秀樹ですまああのー、このネットの世界でまあ大きく問題になっていることの一つにまあいろんな抽象誹謗が飛び交うということがあると思うんですね。で、あのー、その誹謗中傷なるものが飛び交うというのはまああることないことをかけてしまうということがあってまあ それは、あと自分の匿名性が担保されるっていうこともあるわけですけども、あの、抽象したがる人、人の悪口を言う人、人を批判する人の心理っていうのは、いくつか、まあ、あると思います。一つは、人間というのは、自己愛を満たしたい。つまり、人より勝ってるというか、人より優れてると思いたい。という心理が。 み,みんなに備わっているこれはまあハインツ・ゴフートという、まあ、現代アメリカで最も影響力のある精神分析学者が言っていたことだけど人間とといいうのは本能的に自己愛を生み出したいとそうした時にみんなにチヤホヤされたり褒められたりしてる時は別に悪口言わなくてもそういう気持ちにならないわけですがやっぱりみんなにチヤホヤされてなかったり褒められたりしてない。 まあ、さえない生活をしている人間にとってみると、何かしないと自分が他のやつより偉いってことになれない、賢いっていうことになれないわけですよね。だからそういう人が、例えば私の本に対してアマゾンで星一つをつけて、こんなつまんない本はない。こいつこんな本を書いたやつはバカだと書くと、私より賢くなったような気持ちになれるわけですよ。 だからそうやって自己は読み出すと。だから要するに世の中で批判されている人を一緒になって批判すると、こいつより俺の方が勝ってるって思えてしまう。で、それが気持ちがいいもんだから人間はついやってしまうということがあります。で、まあそういう意味で、えー、まああのー、やっぱり人間というのはついつい、例えば特に今マスコミで批判されている人とか。 マスコミで批判されている意見を言う人だとか、あるいは、まあ、ロシア、ウクライナ問題だったら、例えばロシアに多少なりと同情的な意見を言う人とか、そういう人を見つけると、つい、それをボロカスに叩くと。で、しかもボロカスに叩いたときに、一緒になってボロカスに叩いてくれる人がいると、自分が正しいように思えるわけですよ。だから、自分が偉い上に、 他の人もそう言ってるから俺やっぱり正しいじゃんっていう気持ちになる。ということで抽象がエスカレートする。そして仲間も増える。で、抽象してる人はみんなで俺は正義の味方だ。俺は正しいっていう気持ちになり、そして仲間も増える。ということで抽象が止まらないっていう現象が起きますよね。それともう一つ抽象をする人の価値基準。 みたいなのがあって要するに例えばじゃあマスクをしてない人であれ自粛をしてない人であれそういう人に対してまあ、えー、やっぱりそれはいけないことだというふうにまあ思ってるわけですよね。もちろんいけないことなのかもしれないしそうでないのかもしれないけども、あのー、その人にとってみたらそれは絶対悪なわけで自分は絶対正義なわけですからそうすると。 まあ今のロシア、ウクライナでもロシアは絶対悪でウクライナは絶対正義みたいになってしまうわけですよ。だからその絶対正義の側についてしまうと自分から見て絶対悪のやつは絶対許せないっていうことになるわけです。だから意外に抽象をするような人っていうのがすごく日頃からまあ嫌なやつで 威張り散らしてるやつかっていうとそうでもなくて、割と真面目で正義感が強い人が多かったりするわけですよ。でも自分がやってることが正義だと思ってるから、各アルベシと各アルベシ思考の人っていうのはしかし人のことをボロカスに言ったり、あるいは各アルベシっていうことで人に対してまあすごく縛り付けたり、こうしなさいと言ったり命令したりするけども、意外に自分のことも縛り付ける人が多いから。 うつ病になりりやすすすかったりするんですよねだから真面目でうつ病になりやすい人がいざ他人のことを責めるとなると容赦ないっていう心理が働いてしまうわけですね。でさらになかなかそうは言っても人間面と向かってお前はひどいやつだとかって言えないもんですよ。だけどこれ匿名が担保されてしまうとやっぱりそこがエスカレートしやすいわけですよね。 韓国なんかはやっぱりネットに批判を書くときに必ず自分の名前が書かないと乗っけてもらえないとかそういうふうにまあ法律が変わったりしているわけですけどもやっぱり日本もそういうふうにしないとまあ中傷収まらないんじゃないかなというふうに思いますよね。ということでやっぱりところまあ中傷に関して私もう一つだけ申し上げたいのは その以前まあ複雑性 PTSD とかって診断をつけた人がいますけどそれは言い過ぎだったとしてもそのやっぱり中傷された側の心が傷つくことだけは確かなんですねそれがひどい場合はうつ状態になり最悪自殺を招いたりするわけですから結構あの激しい実は暴力を振るってるんだという自覚をぜひ持っていただければと思うんですけどもまあそれが なかなか人間止められないということがあるこれは怖いことですねだから匿名での当初というのができないようにしてもらう方がですねあちょっと自由な意見を言ってると誤った情報だって言って削除するよりもよっぽど大事なことだというふうに私は思います、えー、和田秀樹チャンネル和田秀樹でした